イエーイ、本日2本目あ、おっさんが見に来てるからねギャラリーが群馬ではい、はい、前回は、共生フォーラムで、まあ、共生社会フォーラムでね参加した内容を少し掘りましたが、はい、あのさっきね三田さんに自己紹介してもらったけど、まあ意味が、はい、あのあれだけでよくわからん、なんでお前ここに座ってんねんってやっぱなっちゃうからそうですね、なっちゃうから、ちょっと雑な自己紹介、三田さんについてね、少しだけ、はい、三田さんなんか聞くところによると、あの知ってる三村さん、あの大学にを出たんだよ。どれですかね頂点ですか、発表します、ドルルルル、そうその通り、日本の頂点、日本の頂点、日本の頂点の大学東京大学でございますよ。うわーすげえ、すごい、すごくない、すごい今やね東京大学も福祉を選ぶ時代なんですよ。おお、すごいね、なんか官僚とか大手企業とかそういうことじゃない、うん、ね、うんですね、あ、うん、聞いちゃっていいんですか、聞いちゃっていいですよ、いいんですか、いいですよ、なんで、うん、福祉を選んだんですか選んでしまったのか、まあはい、まあそれも失礼な話だけどなんで選んだったのかみたいな、はい、なんで U は福祉にですよね、そうです、いや本当そうなんですよ、僕でも高校卒業するするまでした時にはもう福祉のこととか、まあ、障害のある人のこととかって全く、まあ、知識もないし、まあ、関心もないで、別にそれをこう福祉の仕事に就きたいっていう友達がいるわけでもなかったんで、本当に僕の視界の外にあったんですけど、なんか大学の時にいろいろ悩んでた時期でもあって、その時になんか障害のある人の本人の当事者が実際に授業にいてくれて、まあ、喋ってくれるっていう授業があって、障害のリアルに迫るゼミっていう、まあ、ゼミだったんですけど、それをなんかこう気まぐれに受講したんですよ。なんか、まあ、この悩みもこのなんていうんですかね、若いこう人生の悩みも障害のある人の話聞けばなんかいいことあるかなみたいな、突破口開けるかなみたいな感じで本当に気軽に聞いたら、いや本当に突破口が実際開けて、まあ、なんかこう本当にいろんな人が来てくれたんですよ。なんかね、目と耳の全く聞こえないあの福島聡さんと東大教授の方が、なんかいろんな、まあ、目が見えなかったり聞こえなかったエピソードもあるし、なんか夫婦喧嘩の話もしてくれるし、なんか恋愛の話もしてくれるしみたいな、なんかそれがすごい面白くて、本当にいろんな人が来てくれて、なんか支援論とか、なんか制度の話とか、なんかバリアフリーな社会を作ろうみたいな、まあ、どっかで聞いたことある話っていうよりも、なんかその本人のことを喋ってくれたんですよね。で、一緒に飲みに行って、それこそ福島先生、目と耳聞こえないんですけど、まあビールはこう持てるんで、会場者にこう通訳してもらいながら、福島先生乾杯ですとか言って、で一緒に乾杯ってやって、で飲むみたいな。なんかその授業に参加したのがきっかけで、まあ、どんどんこの世界に興味を持って、まあ、仕事として選ぶのも面白いのかもしれないってどっかこう思い始めて、で4年生になってようやく決意を決めて現場で働こう、働いてみようって思ったのがそうですね、ギュギュッと要約してお伝えするとそんな感じです。なんかね、あのこうやってダイジェストで聞いてとへえって思うけど、母ちゃんも反対だったんでしょ。母ちゃんも反対ですね。ねえ。ですよね。せめて厚労省って言ってました。あんたの関心はわかるけど。そうだったんですね。そう、なんかその辺が、しかも東大生の悩みっていうのがね、めっちゃ面白いのよ。うん、なんかこう、まあある意味よ、ある意味。人生こう順風満帆というかね、努力をして東大に入って、でなんか俺が喋った男の子なんかは、まあ、このまま、まあ、卒業して弁護士になって、はい、そんな人生でいいかとか言うわけよいいんじゃないと思うけどね、そういう悩みなの。
東大生って。なるほど。なんか受けない。え、いいじゃん弁護士でとか。え、いいじゃん厚労省でとかって思うのに、なんか俺たちこのままでいいのかみたいな。で、そんな時にやっぱりこう心を動かしてくれるっていうのが、まあ、今三代田さんが話してくれたご本人たちだったんだろうね。その福祉制度の云々とかそういうことじゃなくて、人が生きるっていうことのなんかこう本質を教えてくれたというか、でそれになんか心が動いちゃったんだろうね。そうですね。右脳、右脳ね、右脳、左脳、脳の右脳か、もうなんかね、内臓をこうグッとこう内臓を絞られるような感じでした。ねえ、なんかすごくない？すごいです。ね、それでせめて厚労省って言われたのに福祉現場をあえて選んでっていうのが今の三代田さんでね、はい、素晴らしいですね。ね、え、なんで他人事？いや、違う。素晴らしいですねみたいな。違う、その決断って、なんかどうしようどうしようってなってる時に、うん、そうやって決められる、大事な時にパーって決められるっていうのがすごいなと思って。なるほどね。はい、確かに確かに。すごいよね。面白い。ね、で滋賀県行っちゃったんだもんね。そうですね、滋賀県、何の縁もゆかりもない滋賀県ないのに、いきなり滋賀県で一人暮らしですよ。はい、ね、はい、まあちょっと一旦長くなっちゃったんで、この辺で一回終わりたいと思います。はい、三代田さんでした。ありがとう。ありがとうございました。